ぼーっとしてんじゃないよ。あっまあまあかな。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。うっせろ。おっと、ありがとさん。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。うっせろ。あんたの狙い通りだ。次は私の番。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。ターゲットを教えて。うん、どうしたらいいの。あっちだ。そんな次のターゲットはドイツだ。近づくな。次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。うっせろ。あんたの狙い通りだ。ターゲットを教えて。準備完了。どうしたらいいの。次のターゲットはドイツだ。とりあえずそうしとく。次は私の番。怒ったよ。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。ターゲットを教えて。次。みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はごちそうでお祝いだよ。奴らを懲らしめてやる。次は私の番。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。ターゲットを教えて。うん。次のターゲットはドイツだ。くらえ。この程度かよ。次は私の番。
ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。ターゲットを教えて。すぐに。次のターゲットはドイツだ。近づくな。次は私の番。怒ったよ。ぼーっとしてんじゃないよ。伏せろ。命令して。次。次のターゲットはドイツだ。とりあえずそうしとく。コルはちょっと疲れた。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。ありがとさん。ぼーっとしてんじゃないよ。あぼーっとしてんじゃないよ。伏せろ。悪意に満ちてる。次は私の番。いいですよ。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。ターゲットを教えて。
次のターゲットはどいつだ。いいぜ。次は私の番。それ私やりました。ぼーっとしてんじゃないよ。かってきな。ちょろいね。ターゲットを教えて。すぐ次。わかった。次のターゲットはどいつだ。死ね。この程度かよ。おっと、ありがとさん。次は私の番。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。あ、ターゲットを教えて。準備完了。あ、次のターゲットはどいつだ。くらえ。この程度かよ。次は私の番。いいですよ。ぼーっとしてんじゃないよ。次は私の番。それ。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。ターゲットを教えて。準備完了。次のターゲットはどいつだ。近づくな。ありがとう。次は私の番。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。ちょろいね。ターゲットを教えて。次のターゲットはどいつだ。私の番。いいですよ。ぼーっとしてんじゃないよ。撃ってろ。ターゲットを教えて。すぐ終わる。次。次のターゲットはどいつだ。死ね。これが代償ってやつだ。おっと、ありがとさん。次は私の番。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。ターゲットを教えて。楽に死なせてやる。マイサとファカールを連れて逃げな。早く。え？
山賊どもがスズランの町を狙ってるんだ。私たちじゃ手も足も出ないんだよ。だけど、お母さん、僕のおもちゃ。ラビアお姉ちゃん、俺たちも行くの？あんたら、スズランの町は好きかい？うん。もし逃げれば、この町は山賊どもにやられる。そして、いずれ他の町も同じ目に遭う。そんなのはもう、うんざりするほど見てきた。安心しな。どこにも行きやしないさ。たかが山賊だ。お姉ちゃんがコテンパンにしてやるよ。ちっしょう、俺も一緒に戦えたらな。そうだ、私たちでみんなを呼び戻してこようよ。一緒に町を守ろう。へえ、それじゃ頼りにしてるよ。絶好なら俺に任せとけ。もうすぐ任務が始まる。あっ！ちょろいね。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。次は私の番。大丈夫、俺に任せろ。分かった。ターゲットを教えて。うん。次のターゲットはドイツだ。とりあえずそうしとく。次は私の番。はっ！ぼーっとしてんじゃないよ。了解。大丈夫、俺に任せろ。ターゲットを教えて。すぐに次のターゲットはドイツだ。とりあえず、そうだ。次は私の番。もっと頑張らなくちゃ。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。大丈夫、俺に任せろ。とろいんだよ。コルはちょっと疲れた。いえ、次は私の番。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。
してきな。くらえ。ちょろいね。大丈夫、俺に任せろ。あっち来い。ターゲットを教えて。うん、次のターゲットはドイツだ。次は私の番。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。あ、大丈夫、俺に任せろ。とろいんだよ。ターゲットを教えて。準備完了。伏せろ。次のターゲットはドイツだ。どうも。次は私の番。了解。おっと、ありがとさん、いいよ。大丈夫、俺に任せろ。バッツ来い。ターゲットを教えて。死ぬ。次のターゲットはドイツだ。近づくな。死ね。この程度かよ。おっと、ありがとさん、次は私の番。いいですよ。おっと、ありがとさん。いいよ。大丈夫、俺に任せろ。わかった。ターゲットを教えて。うん、次のターゲットはドイツだ。いいぜ。おっと、ありがとさん。次は私の番。くらえ。まあまあ、次は私の番。了解。助かった。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。大丈夫、俺に任せろ。とろいんだよ。警戒だ。ターゲットを教えて。わかった。次のターゲットはドイツだ。とりあえず、そうしとく。どうも。次は私の番。了解。助かった。あっ、ぼーっとしてんじゃないよ。撃ってろ。大丈夫、俺に任せろ。ターゲットを教えて。準備完了。次のターゲットはドイツだ。ターゲットを教えて。すぐ終わる。次。
次のターゲットはドイツだ。近づくな。ありがとう。次は私の番。そうで、私やりました。ありがとさん。大丈夫、俺に任せろ。分かった。ターゲットを教えて。分かった。伏せろ。コルはちょっと疲れた。次は私の番。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。大丈夫、俺に任せろ。ターゲットを教えて。準備完了。次のターゲットはドイツだ。とりあえずそうしとく。次は私の番。ありがとう。次は私の番。助かった。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。大丈夫、俺に任せろ。わかった。ターゲットを教えて。すぐ終わる。次のターゲットはドイツだ。死ね。この程度かい。ありがとさん。次は私の番。怒ったよ。もっと頑張らなくっちゃ。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。大丈夫、俺に任せろ。まだまだだ。ルジャンか。あ、なん。次は私の番。いいですよ。
どうも。ぼーっとしてんじゃないよ。いいよ。大丈夫、俺に任せろ。バッツ来い。ターゲットを教えて。準備完了。次のターゲットはドイツだ。近づくな。どうも。次は私の番。怒ったよ。私やりました。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。大丈夫、俺に任せろ。揃いんなよ。ターゲットを教えて。ターゲットを教えて。うん。次のターゲットはドイツだ。くらえ。この程度かよ。とりあえずそうしとく。どうも。次は私の番。そうで。助かった。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。大丈夫、俺に任せろ。ターゲットを教えて。死ぬ。次。分かった。あっ！奴らを射抜け。この程度かよ。みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はご馳走で。お
スズランの剣だ。スズランの剣？何それ。お姉ちゃんはこの町で傭兵団を作ろうと思ってんだ。その名もスズランの剣。自分で町を守ろうって意欲のある連中を集めて戦い方を教えるのさ。そうすりゃ悪い奴が攻めてきたってビビって逃げずに済むってわけだ。すごい！マイサも入っていい？もちろん。あんたたちちびっこ二人はスズランの剣の創立メンバーだからね。マジかよ。じゃあ俺は弓、悪い奴を町に近づけないように弓を習うぜ。マイサはみんなを守れるようになりたい。よし、覚悟しときなよ。お姉ちゃんの訓練は厳しいぞ。うん。この子たちが無事に成長できるまで私が守る。そしてスズランの剣がみんなの命を、みんなの故郷を守っていくんだ。なんだか懐かしいね。けど約束は果たせなかった。できるなら今度こそみんなの新しい家を守りたい。おや、これが猫ちゃんの言ってたタロットかい？そうです。ふん、道しるべも案外役に立つみたいだな。苦労した甲斐があったぜ。わかりました。そうかい。旅の始まりって言葉を聞いたら、スズランの剣を設立した頃のことを思い出してね。傭兵団というより、スズランの剣は故郷を守るために生まれた戦力って感じだからさ。団長の私ができることなんて、みんなと一緒に町の平和を守ることぐらいなんだ。はいはい。ま、私の話はさておき。楽園じゃ、みんなをまとめるのはあんただ。しっかり頼むよ、団長さん。団長。なんか前にもこんな風に呼んだことがある気がします。もう戻るぞ。